はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。解散地へようこそ。今日もお話ししていこうと思っております。まあね、いろいろとコロナのウイルスで、まあ3ヶ月ぐらい、こう、2ヶ月から3ヶ月ぐらい、こう、お休み、まあお休みというか、まあお仕事されてる方もいらっしゃるけど、まあね、お家にいることが多かったりとかしてて、そのバラエティ番組とかっていうのがロケに行けなかったりだとか、旅番組とかね、あと街を紹介するものっていうのもなかなかロケとか取材とかに行けなくて、過去の動画過去の動画というか、ね、過去のものをまあ再編成してお送りするっていうことがまあ多くて、5月の中旬ぐらいからその昔やってたドラマを再放送するっていうのがちょくちょく見かけてて、それは TBS なのかな、やっていて、豊川悦司さんが主演かな、まあ、ダブル主演だけど、誰だっけ、女性、まあ、女性で90年代のドラマで、愛していると言ってくれという、まあ、ドラマがあって、うわ懐かしいって思いながらも、90年代こういうヘアスタイル化粧の仕方をしてたんだっていうな、90年代 ?2000 年代忘れちゃったけど、というか、あいつし変わんないなぁと思いながらも、年取ったなぁっていうのが、すごく印象深かったですね。で、90年代くらいってさ、まあ、なんだろう、そういう障害を前面に出した、まあ、ドラマっていうのはあんまりなかったですね。まあ、今でも、ないって、じゃないんだろうけど、まあその当時より、まあある程度足が不自由だとか、そういう耳が聞こえない、目が見えないっていうことで、まあ主演ではないものの、そういうお友達がいるよっていうようなのがあったりとかして、でやっぱその当時90年代って、まあそのドラマのシーンを見てて、ああそういう時代かと思ったのが、手話をするのが恥ずかしいっていうのがあったんだなっていうのがあって、で豊川悦司さんとそのお相手役の女優さんと、まあ電車に乗ってたんだって。で豊川悦司さんは、まあ、耳が聞こえない主人公で、でその相手の方が、まあ、一生懸命勉強して手話をこう手話でまあ会話をするっていうことをやってたんだけど、どうなんだろう、その時の周りの目っていうのが手話をしているっていうことで、高貴な目っていうのかな、不思議そうな目っていうのかな、ああなんか手話してるわーっつって指をさしてさ、ひそひそとこう喋ってるような描写があったんですよね。でそれを気づいた豊川さんが、ちょっとやめとくれって言って、電車に降りて、実はこういう状態だったんだよ周りの人はって。でその女性は、いや別にそんなの関係ないじゃないっていうような風なことを言ってて、なんでそんなことを気にするのっていうような言い方をしてたんですよね。だって俺は気になるよと、お前あなたまで耳が聞こえない障害の持っている人だと思われるからさっていうような、まあ言い方っていうか、まあそういう手話をしてて、そんなの関係ないわっていう話を、まあ、
話をしてたんだけど、ああそういう時代かと思って、そういう時代かと思って、でそれからまあ2000年代ぐらいにオレンジデイズか、その柴崎コウさんが耳が聞こえなくて手話をこう使ってやっている、でまあその時はまあ、ああそうねそうねっていうような感じで、こう別に違和感はなかったんだけど、その90年代ぐらいはやっぱ違和感あったんだろうね、ああって手話使ってるわ、耳聞こえないのねみたいな感じで、うん、そういうなんだろう、指さされてしまうような行為っていうようなことだったんだろうね。まあその当時もうそういうことが斬新というか、まあ失礼な話だと思うんだけど、まあそのことで手話を覚える人もまあ何人かはいらっしゃったんじゃないかなと思いますね。うん、でもそれがね、あの職業につながったのかちょっとわかんないんですけど、そうだね、あと多分ちょっと前のドラマを再放送することが多いのかな。でもいっそのことあれだよね、90年代ぐらいのドラマを再放送するっていうのもいいかもしんないね。意外にそっちの方が面白かったりとか、今そう、それで、あの、また話は戻るけど、その豊川悦司さんが主演してたので、やっぱ携帯がないっていうか、あったけど、まあ、使う人が限られているし、まあ、メール自体も、その携帯に、そんな長文でこう、やり取りできるかっていうと、そうでもない時代だし、でファックスが結構ね流行ってた時で、それで会話してるんだよね、あのメールのようにショートメールのようにこう会話してて、まあ今で言う LINE みたいな感じでこう会話してて、そういうところもああこういう使い方してねえわっていうな、っていうか、まあ、ファックス自体が、もう今、使ってる人は少ないよね、多分ね。うん、よっぽど、その、そういう仕事を使わないといけないお仕事じゃないとね、なかなか、うん。びっくりしたよ。でもまああれだよね、90年代、2000年代ぐらいのドラマを見返すのもいいかもしれないね。そういうので DVD で、あ、まあ DVD 化されてればいいけど、まあ、そういうので改めて、その当時見えなかったけど見返すっていうのも意外に面白いかもしれないね。この当時こうだったんだよなーっていうのが思い出させるだろうし、で2000年代以降のその子供っていうか、その小学生高校生ぐらいの子にとっては、今は、ね、携帯があって当たり前、パソコンがあって当たり前の世代だから、それがない時のやり取り、連絡のやり取りっていうのが新鮮に見えるのかもしれないよね。うん、意外にね、そういうのをまあなんだろう、
ヒカキン、セイキンあたりがそういうドラマを見て、自分が生まれる前のドラマを見て、どう思うのか。80年代ぐらいの、まあ80年代じゃないか、90年代ぐらいの、あれを見て、それを動画に上げてほしいかもしれない。それでまたね、そのヒカキン信者の方たちがまた、あ、こんなに面白いんだと思って、 DVD だったり、まあネットフリックス的なもので見返すっていうのもいいかもしれないね。そういう、なんだろう、感想を述べる動画っていうのもいいかもしれないね、意外にね。私はまあ見ないかもしれないけど、皆さんどうでしょうか。再放送したドラマとか見てましたか。それともまあ DVD とかで久しぶりに見たわっていう人はいたでしょうか。もしよろしければご意見いただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。